ございます。高校3年生18歳の小田澄と言います。よかったら今日は本当に少しだけのお時間なんですけど、ちょびっとだけでも聞いて帰ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。風がすごい。みんな寒くないですか？あったかい格好して聞いてください。あ、なんかめっちゃ。じゃあ今歌った曲はレイナさんのいい人っていう曲です。次歌わせてもらう曲が田本博さんの鱗という曲を1曲歌わせていただいて、あとオリジナル曲3曲だったら今日はおしまいにしたいと思います。今日本当に久しぶりに外で歌わせてもらうんですけど、もういいですね。この透き通った感じが語彙力がないんですけど、ちょっと次の曲に行きたいと思います。ありがとうございます。
関西中心に活動してるんですけど、よかったらさっき告知していただいた通り3月11日に日本橋のスターボックスさんでツーマンライブがあって、よかったらチケットがあった残り20枚くらいだけ残ってるので、今日買って帰ってくださると、今日も持ってきてるので、お取り置きでもいいのでしてくださると嬉しいです。お願いします。じゃあここからはオリジナル曲を歌いたいと思います。寒いな。オリジナル曲1曲目はインナーカラーっていう曲を1曲歌いたいと思います。してくれてただけなんだ。
だろう。私の田舎を褒めないで、田舎を褒めないで、田舎を褒めないで、田舎を褒めないで。私の田舎を褒めないで、もっと君を忘れられなくなるから、でも忘れたくない。田舎もあなたへの気持ちも連れてきたのだから、今日青髪にしたの。ありがとう。前2月に南ホイリング名義さんってところでこの曲を歌わせてもらった時と同じ間違いをしましたね。絶対今日は間違えへんって思ってて、めっちゃ練習したんやけど、同じ間違いをしたけど、なんかバレてなさそうやから、楽しかったことにしてください。次歌う曲は私の歌っていう曲で、つい最近まで路上ライブの活動してたんですけど、一回今は休憩してオリジナル曲をいっぱい作るっていう機会に入ってるんですけど、今日来てくださった方にもやっぱ路上ライブで出会った人がいっぱいで、いっぱい来てたらっていうか、来てたらいろんな人に出会って、やっぱ支えて支えられて自分も生きてるなと思って書いた曲です。よかったら聴いて帰ってください。お願いします。私は私のこと一番わからない、気分や電話がままで自己中心的、そんなこと思ってても自分が一番苦労して頑張ってるって言い聞かせてた。今日も一人重い荷物持って都会に出て笑って一人目伺ってた。でもそんな毎日が楽しいこともわかってる。でもちょっと今日は疲れたわ。時給960円でバイトは辛いし、200円の電車賃もきちって歩くし、どう頑張ったらいいかもわからないし、誰が何したらいいか教えて。自分これしたってパパに自分で言っ
てるわけじゃない、たまにこれやれって言われたから、やってない、むしろ応対された方が、でも自分が一番一番幸せや、気休めに来たのげをありがとう、今日も歌セルフィッシュな私の歌、あの時こうしてたらとか、いつの言うこと聞いとけばよかったとか、今も次でラストの曲になります。いつもカズさんが一番声を聞いてありがとう。ラストの1曲は、最近作った新曲を歌わせてもらうんですけど、自分は、高校2年生の時まで普通校に通ってて、なんかいろいろ悩むことがあって、その後に音楽がやりたくて、学校辞めて音楽の学校に今行ってるんですけど、その時に出会った3人に書いた曲です。もうすぐ高校、まだ卒業してないですけど、もうすぐ高校も卒業するので、その時今の感情をそのまま書いた曲です。なんか今年から自分の代から18歳が成人になって、成人したからって言ってお酒も飲めないし、なんかできるわけではないんですけど、なんか成人って急にこの高校3年生の時に言われて、なんか自分ってまだまだ子供なんやけどなって思った感情をそのまま書きました。よかったら聴いてください。18歳。友情なんて綺麗な言葉では片付けられないくらいの、誰にも代わりはできない大切な人。落ち込んだ時は励ますより笑かしてくれたね。バカなうちだっても今日からはさ大人になれるかな。
しっかりしてる割に天然なやつ、真面目すぎて頭固いやつ、お調子者でうるさいけど、いざとなったら頼りになるやつ。そんな三人の中で私は何の役割ですか。どこに言われたこともないけど、あんたがいるからまあいいか。まだお酒は飲めないとしたけど、だから楽しめることもあって、18歳って節目で大人になるらしい。まだ子供のままでいいですか。卒業しなくてもいいですか。嫌な勉強ももうちょっとやるから、まだ子供のままでいいですか。お酒飲んだみたいとか、大人揃いとか、今日も学校通ったとか、メモとか、あの先生の話ほんまに長いわとかも言えません。一緒に行こう。ありがとうございました。ナズナでした。この後物販もあるので、よかったらお話とか、なんかご飯の何やっけ、100円オフチケットももらったので、よかったらもらって帰ってください。あと最後にこのフーズフードズ英語読めないんですけど、フーズフードズの、インスタグラムもあるそうなので、よかったらあと100人で2000人らしいんですよ。よかったらここにいる皆さんが協力してくれたら100人とかいっちゃうと思うので、よかったらフォローだけして帰ってください。今日は本当にありがとうございました。最高やったでーす。ナズナさんありがとうございます。横です。